日本の皆さんこんにちは、あずさパーピー日本語チャンネルです。今日はですね Q&A やったんですけど、その前半戦の様子をお届けしたいと思います。本家チャンネルのコミュニティの方で Q&A やるんで、なんか質問ないですかって皆さんに質問したところ、すごいたくさん質問いただいて、でそうビデオね、動画作ってたら1本ではちょっと収まりきらない長さになっちゃったんで、前半後半分けることにしましたんで、どうぞお楽しみくださいませ。ほとんどね全部海外のフォロワーさんからの質問だったね。私集め始めたのは15歳かな。最初はドールじゃなくてランチボックスとか、あとねマックのハッピーセットの負けとか文房具とか、そういったものから集め始めました。まあもう大人だったしね、アメリカ来た時30だったし、家族と離れることには何の躊躇もなかったですしね。でも14歳の時からアメリカ住むっていうのは決めてたんで、当たり前のように。あとはねもうやっぱりバービー関連のことするにはカリフォルニアに来るしかないっても思ってましたね。あります。25だったかな、結婚したのが。だいぶ昔これ何今の話って感じなんだけど、まあ別に普通に誘われたらデート行きますね。こういう質問よくもらうんだけど、これって多分さみんな変に思うとか言ってほしいんだろうけどさ、全然そうじゃないのね。結構デートする男性陣みんなここめっちゃ気に入ってくれますね。あと私の DIY スキルとかをすごいって褒めてくれる方が多いんで、これをあんま変に思われたことはないんじゃないかな。てかまあ彼らに聞いてくださいって感じよね。こういうことをアメリカでその少女趣味みたいに思われてるのかな、だからこういう質問されるんだろうね。全然気にしないけど、面白い。大学行ってません。むしろ中卒です。高校中退ね、正確に言うと、最終学歴中卒になるよね。だから私はねもうだから働き始めたの18で早かったんですけど、こう将来なんだろうな、自分がもうやりたいこと決まってる人こそ別にまあ最悪ね行かなくてもいいと思うんだけど、将来迷ってる人こそ行った方がいいと思うよね。大学行くことでもっと視野が広がったりとかね、いろんなインスピレーションもらったりするだろうしね。で逆に専門的な分野に就きたいっていう人はもちろん大学行くべきだと思うしね。でもだからって行かなかったこと後悔は全くしてないですね、私は。関係ないかな。これもよく聞かれるよね。てかまあそもそも一回結婚してたしねっていう話なんだけど、私はまあもう一回結婚してもこの場所はねキープして、でまあ新しい県とねどっかで住んだとしても、ここは自分のバービースタジオとして、もうストレージみたいな感じで、倉庫みたいな感じで残すつもりでいますね。そもそも私まだ有名でもなんでもないんですけど、これもね多分これあれよね、 お子様からの質問よね。もう大人なんで親の許可はいりませんっていう話。そうそうそう、で子供さんからの質問だからちょっとギャップがあるよね。大人からの質問とまあすぐ違いが分かりますけれども、そうね、こういう質問もよくもらうかな。うちはそもそもが結構独立し合ってますね、家族が。あ、干渉しないです。はい。干渉されるの大嫌い。いつも言ってるのはムービーミキサーなんだけど、でも普通にいっぱい好きなのあるよね。もうスキーのバービーも好きだし、80年代90年代前半のピンクボックスも好きだし、その時代時代で好きなのいろいろありますね。1個はちょっと選ぶの大変かもね。たくさんある好きなの。もうバービー以外興味ないですね。他のが嫌だとか全然そんなことはない。ただあんま知らない。興味がないっていうだけ。バービー以外興味ないかな。ドールコレクターってよりかね、バービー好きなだけだから。まあ英語かな。小学校1年生ぐらいから一応習ってたからね。完璧じゃないけどまあ一応得意だった。他のはほとんど勉強しなかったかな。どうでもいいですね、本当に。そもそも万人から好かれるなんてことはありえないと思ってるんで、でまあもうそれもねアラフォーだしね。好きじゃない人がいたらまあごめんなさいって感じよね。だからなんか別に私のチャンネルが好きじゃない人は見なくていいよって思うしね。本当に気にしないですね。
こういうのもあれかな、若いフォロワーさんからの質問だろうね、きっとね。まだ悩める年齢かな。世界旅してみたいですね。ずっとそもそも旅行は好きなんだけど、もうずっとね、大人になってから本当忙しく暮らしてて、全然旅行行く時間とかお金余裕が割けてないと、それ良くないね、うん、ヨーロッパ一番行ってみたい。行ったことないんですよ私。もうとにかく行きたいの、フランスね。でその理由は、もうクレープ屋さん巡り、クレープ屋さんと美術館巡り、それが一番してみたい。いやーぶれないね、うん、ヨーロッパ行きたい。早くコロナ終わんないかな。いやもう髪の色多分ずっとピンクでしょうね。もうあの違法になるまで多分ずっとピンクじゃないかなと思いますね、うん、めんどくさいけどねブリーチは、うん、もう染めること自体は慣れたんでね、うん、他の色はちょっとありえないかな。これはね60周年、去年とか一昨年かのバービー60周年は良かったよね、ザ・バービーな感じで。でもあのお買い物テーマも良かったし、ギャラクシーも良かったし、毎回私楽しんでるよね、どれが嫌だったとかもないね、うん、毎回楽しんでるそれなりに、うん、これ服の話かな、何なんだろうって感じだけど、服は白とか黒も着るしね全然、うん、ピンクと合わせて着るのも好きだしね。まあでももし服の話、ファッションの話でないなら、薄いパープルとか色的には好きですね、うん、昔から好きかな、ピンクとパープル。決めてしてることはないけれども、お風呂は好きね、長風呂、うん、お風呂の中でお菓子食べたりするの大好き。結構日本だったらさ、お風呂の中で物食べるとかあるよね。でもこっちの人に言うとね、めちゃくちゃ惹かれる、超びっくりされる、うん、アイスとかめっちゃ食べるの好きなんだけどね。日本のお風呂恋しいね。あと前はね結構お買い物行くのとかもリラックスというか気分転換では良かったけどね、コロナになってから全然行けてないね、うん、この質問ねクレープ以外でってちゃんと言われてるんだけど、うん、好きなもいっぱいあるよね。日本食はたくさんあるね。もうとりあえず卵かけご飯と、とんかつと唐揚げ、うん、全然でもこれヘルシーじゃないか。日本食って意外とヘルシーじゃないよね、みんなが思うほどね。お寿司と焼肉も好きだけど、卵かけご飯の方が好きかも私、鶏からとね。これもねあんま考えたことないね、そもそもバービーになろうと思ったことがないから。でまあファッションショーは出るようになって、一応好きなファッションとか面白そうだなっていうのはやってるけど、そうだね、もう好きのとかもいいけど、あのファッションショーではハードル高くてなりたいのはプーマバービーかな、うん、バービーのアニメね見たことないんですよね。いや見たことはある、大人になってからね。でも子供の頃はそもそも日本ではやってなかったし見てないよね。これも多分お子様からの質問でしょうね。アンチコメントもねこれね、こう聞かれるほど私本当にあんまりアンチコメントもらわないんですよ、うん、そう幸せだよね、ありがたいよね、うん、ライクの方が全然多いから。だからまあ年にほんと数回とかしか来ないんだけど、もし来てもだから全然気にしない、うん、よっぽど嫌だったら消しちゃうし、その場そこを消しちゃうから、もうあのこの世に存在してないから記憶にもないしね。誰がしてたかも知らないし、だからなんかそのアンチコメントした人わざわざあのお時間すいませんって感じよね、うん、全然気にしないね。これもやっぱりあれかな、若い子からの質問かな、うん、気にしちゃうんだろうねきっとね、若い子たちはね、うん、もうあの40万になったら気にしないっつうの。いやだから私こういうのとか多分さ、みんなが欲しい答え全然あげれてないよねきっとね、うん、これねバービーテーマって、私好きなものは突き詰めるのが自分の中では普通なんで、だからちょっとこういう質問もらうと答えに困るのね。えだって普通じゃないって、好きだからそうなったんだけどみたいな感じ、うん、これもねバービーになろうと思ったことはないんで、そもそも質問の意図がちょっと違うかなっていう感じね、うん、だからバービーに私なりたいわけじゃないからね。ニックネームバービーっていうのもただ周りがたまに呼んでるだけでね、私自分からバービーって名乗ったことはないですね。でも私あんま新年の抱負って作らない人で、なんか結構作るとプレッシャーになっちゃうから決めないかな、うん、でもその時その時でゴールはあるし、頑張ることは決めてるよ。5年前戻るとしたとか、だからまあ後悔しないタイプなんで過去のことを考えることってほんとないんだけど、
あえて、まあ、強いて考えるとしたら、あの交通事故あったから、その道通んないかな、うん、そのぐらい。他はあの辛かった思い出もいい経験だと思ってるんでね、私は別にそれで良かったと思ってます。交通事故だけはあんまなくても良かったかなっていう話ね、うん、多分メールしてたんだろうね、ぶつかられたのおばさんに、うん、おかも掘られましたっていういやそんぐらいかな、うん、いつもあのやりたい通り行きたい通り全力で生きてるんで後悔することあんまないですね、うん、幸せだと思う本当に。これもちょっとよく分かんなかったんだけど、私はバービー好きなだけだからね、あんまりこうデザインしようとか思わないよね、普通になんかマテルのデザイナーさんが厚着どんなのを作ってくれるだろうっていうのが方が楽しみだしね。あとあの日本だとね結構綺麗なお着物のバービーとかのデザインしてらっしゃる方いらっしゃいますしね、自分で作ろうとは思わないな。引っ越してきたのウエストリード来たのが私これ間違えてるね、2014年に引っ越してきたからもうすぐ7年なんだよね、これ英語で答えてた時は6年とか言ってたけどもうすぐで7年。リカちゃんもね別にだからあの好きとか嫌いとかじゃなくて可愛いよねっていうぐらい、子供の頃は持ってた、一体持ってた。リカちゃんはやっぱり日本向けなだけあってお洋服のディテールはすごいなと思うね、そうね、今のバービーも見習うところあるかもしれないよね。バービーこうなんかなんだろうな、もう最初見た時から共通点がいっぱいあるなと思ったのね。そのピンクの色だけじゃなくってなんかその出てるオーラというかこう明るい感じがもう伝わるでしょ、なんかすぐ友達になれるそうな、なんかそんな感じがしたの。ただほんとそれだけ、そういうところが大好き。あとはファッション、やっぱりいろんなファッション楽しむところ、カテゴリーに縛られないでスポーティーなのとかドレッシーなのとかガーリーなのとか何でも楽しむところが私は好きですね。自分もそうだから、なんか何々系で縛られないでいろんなの着たいんだけどなって、それがバービーとはこう気が合う感じがして、そこからですね、やっぱり私はやっぱりバービーはファッション目線で見てますね、これ多分絶対日本の人じゃないって感じよね。日本ではこの家絶対に作れないよね、自分であの家買わない限りね。アパートに住んでたら、マンションに住んでたら無理だよね、こんなにカスタマイズできないよってね。誰があのキッチンカウンターレジン流せるよって感じだもんね、絶対無理。そうそうそう、これはアメリカだったからできたって感じだよね。あのバービーブロガーなりたかったけど、ここまでの家作るとは思わなかったね。バービーコレクターなった理由っていうか、これもだからさっき言ったみたいに好きだから自然にこうなっただけで、なんかわざわざこうこうなりたいってこう熱くなんだろう目標に掲げてなったわけじゃないからね、自然になったよね。この子質問困るよね、私だってみんな好きだもん、今のトップのバービーのデザイナーさんたち、ロバートもビルもリンダもカーライルもジュディもみんな好きだし、それぞれに好きなバービーいるって感じかな。ちょっとみんなやっぱジャンルが違うんだよね、だから音楽のジャンルが違うみたいな感じでさ、ちょっと比べられないよね、だからこれはちょっと難しいかな。誰のこの人のドールでは何が好きって聞かれたら答えれる。一番最初これね結構いい質問だよね。私多分ソフィスティケイテッドレイディのリプロ、それが多分コレクター向けの最初のドールだったかな。2000年なってないぐらいかな、あれそれ、あれ何年だろう、そんぐらいかな、その後かな、だったと思う。その頃いっぱい一気に買ってたからちょっと覚えてないんだけど、アメリカにはもうすぐ9年だね、もうすぐで9年で、これで前半戦終わりです。後半戦もお楽しみください。アサバービー日本語チャンネルでした。